V9990 外観 V9990 は、アスキーとヤマハが共同開発した VDP である。1992年に発表された。1990年発表のムズックスチャーバー内誌は、その後継で採用される予定だったが、1991年に発売の MSX の FSA1GT には、開発が間に合わなかったとする根拠不明の流言が、 MSX ファン市場に掲載されたが、セイワビコによれば、STV やインテリジェントテレビ向けに開発されたもので、MSX に使用する想定ではないとされる。パッケージは128ピン QFP。グラフィック画面は640-480ドットに対応した。これが家庭用 TV で表示できる。さらに2画面重ね合わせができ、かつ独立全方向スクロール可能。 16ドット四方のスプライトは125個、同時表示可能となった。最大32,768色表示可能。また32,768色中16色表示のパレットモードも搭載。漢字専用の PCG 機能を備え、CPU を経由せずに、漢字ロムから直接キャラクターパターンを読み出し、ベレムに展開することもできた。動作速度は、 コピーコマンドで V9958 の23倍。またバスも高速化された。1994年、オランダのサンライズが GFX9000 という V9990 チップを搭載した MSX 用画像カートリッジを開発した。当初は V9978 というコードネームで、 V9958 との広報互換性を持った VDP として開発されており、MSX 側でも V9978 を制御するためのバイオスが試作されていたものの、当時導入された高密度のプロセスルールでは、V9958 の機能を完全に再現することが困難であったため、広報互換性の維持と MSX への搭載を諦めて再設計された。 名称も、着手時のコードネーム V9978 では、なく、V9990 と改められた。MSX ファン1992年5月号。MSX ファン1995年2月号。P90。MSX マガジン1992年夏。 p7-http コロンスラッシュスラッシュ www.faq.msxnet.org スラッシュ gfx9000.html2013 年5月7日イ閲覧。MSX マガジン AQ 保存版 3P120 から123ありがとうございます